では2つ目のキーワードに行きましょう。じゃん、新島城の脱出記念碑。はい、ということで、はい、新倉さんは函館出身ということ で、 はい、ちょっとその当時の話を、中高とは結構もう何て言うんですか、生徒会長やら新聞部やら、そうですね、文化系の人間ですけどね。文化系 で、うん、どちらかというとこうあれですか、人前でやっぱり出てスピーチしたりとかするのはどっちかと得意な。いや、子供の時は、小学校の時はやっぱ上がり屋っていうか、まあ函館弁でいう言いふりこきっていうかですね、うん、ちょっとやっぱり絵かっこしいですよね。絵かっこしい、うん、それでですからよく見せようと思うとやっぱりね上がるんですよね、うん、それは子供今じゃ考えられないですけどね。割とね、人前で話したりするの上がり症な子だったらしいんですね、うん、それでね、それは克服したいなと思ってね、函館の当時の中学校1年15クラスだったのかな、でも700、800人いる1学年ね、全校で2000人ぐらいいる中学校だったんですが、その中にね、弁論部っていうのがありました。弁論部、弁論部、1年生の時にね、はい、はい、1年生に入って入ったら、部員1人、即部長で、市内、市内自分が作ったわけじゃなくて、いやいや、そうじゃなくて、ちゃんと顧問の先生がいてですね、そうなんですか、それで市内の弁論大会にも即出場、はい、いや結構ね、まあ弁論なんて今ね、何なんだそれはっていうふうにおっしゃるかもしれないけれどもですね、今も青年の主張とかってあるでしょう。そうです、あります、あります、うん、まあああいうのにこの、うん、参加する部だったんですかね。いや、でも誰も鍛えられたんじゃないですか、やっぱり。いや、だから函館のその浜辺で、砂浜で、うん、誰もいないところで、うん、ね、この喋る練習したりします、ね、そういう感じなんですか、うん、練習。そう、へえ、だって一人ですからね、小物先生と二人で行ってね、小物先生と二人で海に向かって、うん、いや濃密なですから、マンツーマンの指導ですよ。そんなこと、さっぱりね、上達しませんでしたけど、ね、いやいやいやそんな中学校時代を過ごしまして、うん、まあ、高校生でももう本当にこう生徒会とかこう頑張るタイプだったんですけど、はい、高校生の時には、はい、まあ、将来の進路としてどういうことを考えてたんですか。まあ、中学校ぐらいからですけどね、うん、なんとなく外国に憧れていてですね、はい、外国に憧れていた。それで、うん、まあ、函館っていうのはね、うん、今もよくその国際エキゾチックな街とこう言われてますけれども、ね、はい、まあ、ロシアのね正教会もありますし、うん、で港にですね、はい、新島城の海外渡航費、はい、正式に言うと海外渡航費、海外渡航費っていうんですけど、だそう、要するに幕末にですね、はい、当時、まあ、鎖国時代ですから、うん、まあ、海外に出るということはね、ご法度、国金だったわけです。それを新島城、21歳の時ですかね、21歳の時にそのアメリカに渡るべくですね、そこから函館からですね、うん、船出したという場所が、はい、ドンとあるんですよ。ドンとあるんですか、うん、行ったことないな。いや、そうそうそう、それ見てですね、はい、新島城というのはね、今年 の、 NHK さんの大河ドラマの八重の桜、うんうんうん、これから八重さんの旦那になる人ですけれども、まあ、当時はそういうこと知らなかったんですけれども、で、いや、江戸時代からね、そうやって海外に、うん、で僕も函館の港に立つたびにですね、はい、もう当時はもう飛行機はあったんですけどね、でもやっぱりまさに海外っていう感じですね。なるほどなるほど。海を渡ってっていうね、うん、ここから行ったなと。で外国行きたいなというふうにね、はい、思って、新島城さんがですからすごい刺激になってましたかね。うん、何した人かは分かったのは随分後になってからなんか分かんないけど、ここから海外に出てきた、記念碑が立ってるぐらいだから、うん、そうです、で叩いてるわけですよ。そうです、そうです、脱出だけどそうですよね。そう、もうこれが本当にね、学生時代 の、 高校時代の思い出のも大きかったところらしいんですけれども、うんうん、ロシア語に対する憧れ、はい、そうですね、当時は労音とかですね、労園って労働団体がね、うん、よく何て言いますか、そういう芝居だ、演劇だとか、とか音楽とかですね、を、うん、こう、何て言いますか、そういう事業をしてたわけですけどね、はい、確かね、それでそのまあ当時はソ連って言いましたけど、ロシアの、ロシア民謡のアンサンブルがですね、うんうん、当時立派な市民会館なんかなかったから、はい、中学校の体育館みたいなところでね、そこで確か後ろの方で見てですね、うん、透明にもすごく綺麗なね、うん、民族衣装を着て、金髪のね、金髪で素晴らしい歌声でですね、あんまりその生の外国人って生もの生の外国人、函館いたとは思うんだけどね、えー、今のような、ね、時代と全然違いますからね、
見たことないしすごい憧れてましたよね。そしてもうロシア民謡ってなんとなくね、今も大好きですけど、ね、大好きなんですよね、うん、そうそう、中学の時に見ても衝撃を受けて、うん、わすごい、うん、それで、はい、高校に行って、はい、行った時に何を考えてたかというと、うん、当時はこのモスクワにですね、うん、アジアアフリカ諸国のね、はい、その高校卒業、まあ、18ぐらいの、学生って言いますか、を受け入れるですね、全部ソ連政府の費用でね、5年制の大学があったんですよ、民族友好大学って言って、で結構ねあのその話を知ってですね、はい、5年間ね高校卒業したら、うん、はい、行きたいなと思ってたら、あの先生も結構いいよいいよって先生がやっぱほらちょっとね、はい、あのなんていうかよし、うん、じゃあそんなに行きたいんだったら、ね、推薦してあげるから新倉君行きたまえみたいな、結構ねいい先生だなと思ってね、そして、はい、あまりこの日本の大学受ける勉強しないで、うん、ですから生徒会とかのやってたわけですよ、生徒会ばっかりやって、うん、はい、だってそういうことが評価されて推薦されるわけですよ、うんうんうん、そうだそうだ、はい、ね、うん、ですからね、はい、まあ絶対行くんだとこう思ってたらですね、高校の夏休みぐらいかね、あの話ダメになったわって言われてですね、ダメって今ダメになったって言われた、ダメって今更言われたって日本大学受ける勉強してないんだよね、いやー、うん、大変でしたね、うん、なんでダメかったらやっぱりもう当時の日本はですから、当時のソ連がですね、まあそういう援助してですね、はい、そのまあはっきり言えばそのソ連という国をちゃんと理解してもらう青年たちをねいっぱいこう養いたいと思ってそういう制度を持ってたんだけど、そういう中に入る国じゃなくなってあったんだったらね、もうそれなりに成長してたし、なるほど、もう 1,2 年早かったら違ったのにねどうだった、惜しかったですね、そうそうそう、うん、ですからそれはもう、もうあっさりとですね振られちゃったわけですよね、で、うん、まあ慌ててね、はい、日本の大学を受けるわけですけど受験勉強始めまして、うんうんうん、はい、無事まあね、早稲田大学にだけど、まあ、優秀でしたね、よかったですね、いやいやでも本当にねあの、そういう私立の受験科目の少ないね、文系のところにしかもう入る力なかったというかですね、いやいやいや素晴らしい、当時でも私立に行くっていうのはね結構ね、貧しかったしね、まあなんとなく金持ちのボンボンたちが行くとこだろうというような感じでね、いたんでね、大変でしたよ、ですから大変でした、うん、ある程度やっぱり学費とかね、はいはい、稼がなきゃいけないので、はい、もういろんなバイトやりましたね、はい、じゃあちょっとそのあたりの話を含めて3つ目のキーワードで伺ってまいりますよ、うんうん、じゃあ大学時代の話に行きます、はい、3つ目のキーワードこちらです、はい、じゃん